はい、どうもこんにちは、かいりんです。今日は珍しくね、こうやって顔出しをしてやってるんですね。 YouTuber みたいなこと一回はやってみたかったんですよ、こういうことを。てなわけで、今回ね、まあ夏、やっぱり夏は、まあ、やっぱり塩分を取らないとね、やっぱり熱中症でひっくり返ったりとかして、やっぱり今回も暑いと、今年の夏も暑い、ほんと暑い。まあ塩分ね、ここにこの味塩があるんですけど、まあ、こんな風、これをね、味塩をね、まあ、こんな風に、あ、全然入ってねえや。まあ、いいや、こんな風にやっても、まあ、あんまり効果はないと。というわけで、美味しく飲むために、この塩をね、美味しく摂取するために、まあ、考えられた飲み物っていうわけ、飲み物があるわけなんですね。で、その飲み物をするのが、こちら。じゃじゃじゃーん。ソルティーライチでございます。はい。このソルティーライチをね、まあ、ソルティー言うぐらいだから、まあ、塩入っとるわけですよ。で、この塩、ここに書いてある通り、沖縄県の、沖縄の海の塩を ひとつまみにしてるわけでありまして、まあ、こちらの原材料名見ていただくと分かる通り、ちょっとピントが合わないね。まあ、ここにね、食塩って書いたんですけど、この食塩が入ってるわけでありまして、これをね、飲むことによって塩分を効率よく摂取できるということで、熱中症対策予防にも効果がある。で、まあソルティーライチのね、商品紹介なわけないんですよ、今回は。僕は実はですね、中学時代3年間科学部やっておりましたので、まあ何かとね、こういうことやりたがる人間なんですよ、実は。幽霊部員だけどね、これ。まあそりゃね、飲みはうまいんですよ、こんなの。今ファミマで買ってきたんだけど、これあれ R1 のあの回思い出すね。飲みはうまいんだけど、沖縄県産の塩か。俺この沖縄県産の塩を使っておにぎりを作りたいんだよなって思ったんですよね。いや、ここに書いてあるさ、味塩ね、これどこの塩かと思ったら、海水かっこ日本。いや、沖縄の可能性もあるけど、まあ沖縄では可能性は限りなく低いんですね。まあ大体瀬戸内海とか、まあ日本近海って言っときゃね、植えますから、そりゃ、そんなのね。まあただ沖縄に限ることはない。というわけで今回は、このソルティーライチから塩を摘出したいと思います。まあこのね、鍋に、あ、ちょっと、慣れてないね。これ塩をね、やるんですけど、ちょっとカメラがね、ちょっとあれなんで、よいしょ。見にくいかな。このソルティーライチをこの鍋に入れていくわけです。で、いっぱい入れてもまあしょうがないわけですね。そのまあ一つまみ入れてるからそんなにあれだし、まあ、いっぱい入れたところで蒸発するのにかなり時間かかるんで、ちょっとだけ入れていきたいと思います。まあ、うん、ちょっとひたひたになるぐらいかな。これでいいか。はい、じゃあまあ傾けちゃってもらえながらこれごといくか。こんな感じで入っております。で、これをまあ、火に炙るわけなんですけど、よいしょ。ね。親がいない時にやっててね。では、クッキング、スタート。いや、こういうことやって、たまに事故で YouTuber いるからね、こういうの気をつけた方がいいですね。では今、ソルティーライチを熱にかけてます。ね。これによって、ソルティーライチを蒸発させて、塩を摘出してやろうというわけです。長いね。うん。長い。長いからちょっと一旦切っとく。おー、もうね、ライチの香りがね、やばい。うん。もうちょっとあげるか。あ、あげないでいい。うん。ライチの香りがすごい。で、まあ、おー、ちょっと塩っぽいの。うん、あ、ダメだ。ちょっとこれ顔近づけると危ないね。これちょっとね、塩っぽいのがね、まあ見えないよね。わっ、ちょっと、危ねえな。これ落ちたら、俺 iPhone 死んじゃうからね。ちょっとね、まぁ、あ、どん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 、こうやって、沸騰っていうか、うん、どん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 ね、ブクブクしてきてますよ。これね、まぁ、あ、液体がすべてこの湯気になってね、吹っ飛んでくれれば、まぁ、あ、最後に残るな、固形物ってわけで、まぁ、あ、ソルティが多分残ってくれるんですよ。はい。こんな感じでね、
はい、どんどんね、もう火にかけてきてます。残りこんぐらいになってきてるんですけど、もうちょいかな、摘出できるまで。完全蒸発するまではもうちょっとね。ただ今のところ、目立った固形物はないですね。一つまみって言っても何グラムぐらい塩分が入ってるのか、ちょっと、成分分布表を見てみると、と思ったら、食塩相当量は 100ml あたり 0.11g か。0.11g なんてね、わからないよ。なんかこれ殻でやってる感じがするね。あ、焦げる、焦げたな、これ。やらかしたか。これはね、うん。これ事故ってね、親に怒られよ、こんなことやって。何して焦げ癖。ダメだこれ。何やってんのこれ。ちょっと一旦火を止めて。あざあざあざ。うわ、何これ。水飴みたいにできたよ。味。うわ。俺が一番驚いてんのこれ。くっ。食べよっか。うん。なんか変わっちゃったね。焦がしちゃったよ。やらかしたの。というわけで、こんな感じで焦げっ焦げになっちゃいました。何やってんの俺。うわ、まずそう。でもなんか水飴みたいな味が、味っていうか匂いがして。悪くはないかもしれない。でもね、塩というより甘さ、この液体ね、舐めてみようか。ではこれをね、すくってみましょう。いただきまーす。はい。いて。なんかべっこ飴できたんだけど。え？べっこ飴できた。言葉にならないね。最初甘いん、あー、にげえ。皆さんもこういう実験をするときは、まあ、こんな風にまずいものが出来上がってしまって、もうなんかね、ちゃんとねやり方があったんだろうな、こう塩摘出方法。 YouTube とかでね、他の動画頑張って調べたけど出てこなかったんだよ。こうやってまずいときはこのね、ソルティライチを飲めば、いい口直しになります。親がいないときに何をやってるんだ。あっち、鍋の中にフォークを入れていたらこうなりました。というわけで、ソーティー大地から塩を摘出することはできませんでした。まあね、多分塩を摘出する以前にね、多分塩の成分よりも甘みの成分が強いっていうか、なんつうかな。まあ砂糖類。うん。そちらを蒸発させてるだけなんで。まあ、べっこ飴に近いものができてしまったというわけですね。まあ焦がしたように、まあちょっと火の勢いが強かったっていうのもあるんですけど、まあ100で塩分が摘出することは、ちょっとできなかったですね。まあ、暇な時こんなことまたやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ね、底辺 YouTuber がやってることってこんなもんですよ。すぐピースしたりとかさ、やるんだから。
というわけで今回のご視聴もまたありがとうございます。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画で、僕は実は鉄道チャンネルの化けの皮をかぶった DK チャンネルではないです。さよなら。よいしょ。あ、切れねえ。